白田藩はかつて泉国大鳥軍、泉軍などを領有した藩。藩長は泉軍白田村の白田陣や、藩主は不大大名の渡辺氏。藩領は泉国の他に河内国と大見国に点在した。当初は藩長所在地が異なり、大場寺藩と称した。なお、本校では前身の野本藩についても述べる。 野本藩初代藩主の渡辺義綱は、渡辺主月名の逸夫で、終わり藩家老を務めた、渡辺宗家の文イエスにあたる。義綱は、江戸幕府第四代将軍、徳川家綱の側用人を務めた後、1661年に、大阪定番となり、河内、泉両国に一万国を加造されて大名に列した。義綱の祖父で、やり、藩蔵の異名で知られる、 渡辺守綱の代から、渡辺氏は、武蔵国き軍を中心に3,500国を、領していたことから、野本藩としての立藩となった。藩長は、き軍、野本村の野の元神や、二大藩主の渡辺片綱には、志士がなく、渡辺宗家より、渡辺はじめ綱を養子に迎えた。不在一万3,500国吉綱片綱元綱、今井八一右衛門。 向山リエモン百九十八年に、武蔵国の所領を、大見国へ移されたのを機に、元綱は、泉国大鳥軍大場寺村に陣屋を移し、大場寺藩が立藩された。七百二十七年、元綱は陣屋を、泉国泉軍白田村に移し、白田藩が成立した。表高は、のも大場寺時代と同じく一万三千五百国で、以後九代にわたり、 財風した。藩主菩大寺は、泉郡、下条内村の南明寺。1871年の廃藩地県により、白田県となり、1872年の堺県編入を経て、1881年に大阪府へ編入。明治2年に藩主川家族に列し、1884年に死釈となった。府一13,500国寄港。 登る綱伸ぶ綱伊公坊綱春綱即綱潔よ、綱将校。明治新後に泉群一村が加わった。野本藩に関するカテゴリありがとうございます。